皆様こんにちは。インゲングルメ旅、インゲンです。今回は波照間島の魅力をお伝えしようと思います。空港を出まして、正面がレンタカーの受付、左にバス乗り場があります。近いところにあるのは一箇所ずつ止まる路線バス。こちらは離島ターミナルまで1時間かかります。一番先まで参りますと、離島ターミナルへの直行便、こちらは30分で行くことができます。ハイビスカスが石垣島らしいですね。直行便は30分に1本程度、料金は500円です。他に止まらないので、あっという間に夕暮れだ離島ターミナルへ。波照間航路は外洋なので欠航が多いのですが、今回は無事運航です。待つ間のランチは、前回マグロ丼をスムリエさんでいただいたので、お隣のサガリバナさんへ。どちらもとても美味しいお店です。サガリバナさんは家庭的な雰囲気のとても可愛いお店。こちらはソーキそば、第700円とリーズナブル。お肉もいっぱい乗っていて、かまぼこもあり、お出汁も含めてとても美味しい沖縄そば。小は500円でした。大は食べきれないほど。サガリバナの写真が店内に飾ってありました。いつか見たいな。おかみさんの趣味でしょうか、編みぐるみや貝の爪楊枝入れなどもあって、手作り感満載。時間に余裕があればプラネタリウムもあるので、あっという間に時間が過ぎてしまいます。待ち時間は感じられないほど。そして離島ターミナルといえば、具志堅用高さんとの記念写真を忘れずに。波照間島への往復乗車賃は8750円、ネットで申し込めば割引になります。波照間航路は海洋なので一味違います。並んでいる船とは全く別物の大きな船で就航します。今回はパイ島2です。高速の IA 号がドックに入ってしまったので、今回はパイ島。迫力あふれる大きな立派な船です。 IA 号は高速船なので小型、そして1時間ほどで波照間に行けます。では早速、立派なパイ島2に、はい、挑戦です。大型船なので船内は広い、立派です。重量とバランスの関係で乗客は後部座席へ。高速船ではないので所要時間は100分ほど、1時間40分の船旅です。波照間航路はとにかく揺れるということで有名ですが、パイ島2はとっても穏やか、全く揺れずに拍子抜けしたほど。周囲に聞きましたが、1時間で IA 号に乗るのと1時間40分かかっても揺れないパイ島2に乗るのはどっちがいいですかと。そうしたら皆様、パイ島2がいいとおっしゃっていました。ちなみに私は両方乗りましたが、両方揺れなかったのでとてもラッキーですね。なお、乗る前に私は必ず酔い止めを飲みます。船内は船酔い防止のためにわざと冷やしてあるので、上着は多く持っていった方がいいかもしれません。なお、前回の波照間島、黒島、小浜島の動画も概要欄に貼っておきますので、よければご覧ください。波照間島に近づくにつれ海の色が変わります。はい、この美しい色をご覧ください。全く揺れずに無事に波照間島に到着です。というわけで、はい、上陸です。パイ島2の立派な勇姿、今日もお疲れ様でした。乗船客はおのおの自分の泊まる宿の送迎車に乗って離港していきます。深エリア、内市エリア、南エリアなどがあり、今回私は中央の集落の目抜き通り、便利な内市エリアにある満屋さんに宿泊することにしました。大きくて広い立派な民宿です。内装はこのようになっています。まるで親戚のおじいちゃんおばあちゃんの家に行ったようにくつろげます。お隣はうるま屋さん、こちらも有名な民宿さんですね。では中央集落のメインストリートを散策してみましょう。ほっこりと穏やかな街並みです。道端には鮮やかな花々がいっぱい。そして忘れてはならないのが、猫ちゃんもいっぱいいます。かわいいですね。こちらはいくつかある売店のうちの一つ、内市売店。お土産の黒糖はこちらで買うことにいたします。手作りのお弁当も売っています。
そのそばには個室形式で女性の一人旅にも安心な星空荘があります。この横の先の道を行くと星空観測タワーへ行けます。西浜から島一周道路を通るより集落を抜けて突っ切った方が最南端の日まで近いんではないかという印象です。集落は徒歩でも10分程度で回れるので、南国ならではの花々を眺めながらお散歩するのがおすすめです。猫ちゃんに挨拶も忘れずに。サトウキビ畑の広がるこの光景、これが波照間島です。地平線までサトウキビ畑が広がるこの光景をしばしご覧ください。石垣が続く道と赤い瓦屋根の町並みを歩いていきますと、幻の泡盛、泡波の酒造所があります。本来波照間島でしか購入することができません。ですので幻と呼ばれています。酒造所の斜め裏角あたりに販売所があります。販売時間も限られています。ご注意を。道の横には島バナナがたわばに実をつけています。酸味があってねっとりしていてとても美味しいですよ。バナナの花が咲いた後、上に向かって実をつけるそうです。夜になるとおでん屋さんやいろいろな飲食店がオープンします。それでは私の一番大好きな場所をご紹介しましょう。のんびりと草をはむヤギを眺めながら突き進むと、小高い丘のような場所が見えます。こちらはコウタモリ、かがり火を焚いた場所だそうです。ここに登ると島全体が見渡せるんですよ。それでは早速登ってみましょう。あっという間に到着です。こちらがコウタモリから眺めた島の景色です。奥に見えるのが海ですね。汗をかいた体に心地よい風、そして広がる光景、心癒される景色です。ずっと座っていても飽きないです。なぜか懐かしさを感じるような風景ですね。コウタモリを降りてヤギさんにさよならを言って宿に戻ることといたします。帰り道、モチキビがたわわに頬をつけていました。どこも歩ける距離です。自分の家に戻ってきたようにただいま。お部屋でのんびりとくつろぎタイムです。畳のお部屋でゴロゴロです。のんびりとくつろいだ後は待ちに待った夕食です。毎朝はボリュームたっぷり、とても美味しいおかみさんの手料理、もずくにお刺身、チャンプルーと所狭しとごちそうが並びます。なんと泡波も提供してくださいました。すっきりとして飲みやすくとても美味しいです。あっという間に完食。曇っていたので星空は明日リベンジです。おはようございます。島豆腐とヘチマのお味噌汁、そして念願の島バナナです。今日は自転車を借りたので島を一周しようと思います。ちなみに島を一周しようとするとだいたい40分から1時間はかかります。そう思ったよりも波照間島は広いんです。ひまわりもきれいに花を咲かせていました。起伏が少ないとはいえ電動自転車がベターです。暑い時期に歩いて島を回るのはおすすめしません。自転車はおのおのの宿や集落のレンタサイクル屋さん、港の近くの西浜荘さんで借りることもできます。こちらは素泊まりなのにお米を提供してくださるそうです。素泊まりはどこも3000円程度からのようです。
いよいよ最南端の日へ向けて出発。約40分ほど自転車をこぎ到着しました。最南端の日です。最南端まで来たと思うと感慨深いものがありますね。奥に見えるのは星空観測タワーです。周辺には自動販売機やお手洗いはないので、水筒などはしっかりとお持ちになった方がいいと思います。もう一つ、記念すべき最南端の日に向かうのに、この道を歩む入り口にあります。ここをゆっくりと歩いていくと、右奥に見えるのが記念碑。はい、到着です。感激ですね。周りにはヤギ牧場もあります。島を一周して疲れたので昼食をとることとします。こちら島で評判のお店、あやふファミさん。どこか懐かしい木のぬくもりのある内装です。一番人気はダフテー定食、そして島野菜のカレーです。お部屋をいただいて待っていると、やってきました、こちらラフテー定食。とても美味しそうですね。彩り豊かで栄養満点、どれもとても美味しかったです。島野菜のカレーも味に深みがあって美味しいですよ。工房も経営されていて、草木染めなどのお土産を買うこともできます。食後のデザートはすぐそばのパーラービンピカさんがおすすめです。今回の営業時間は1時半から4時まででした。そうそう、虫よけ対策をしてくることをお勧めいたします。海を眺められるテラス席もあります。今回注文したのはこちら。かき氷黒蜜きなこスペシャルです。この組み合わせがびっくりするほど美味しいんです。本日のデザートはティラミスでした。前回の杏仁豆腐もとても美味しかったのでこれも期待。とっても美味しい。ティラミスも濃厚でほろりと苦みがあり大人の味。これもとても美味しいです。どれも500円や600円とお手頃価格なので、ぜひ寄ってみてくださいね。エネルギーをしっかりチャージしたので、次は思い出の場所、深エリアへ。売店は早朝営業、中休み、夕方営業となっています。このエリアにはお食事処タオヤさん、そして懐かしの名宿ヤドカリさん。前回は素泊まりでしたので、こちらに宿泊させていただきました。久しぶりにお会いしたおばあはとても元気でしたよ。そのすぐそばにあった名宿玉城さんは残念ながら現在は営業をしていらっしゃいません。世界一ディープな宿として有名でしたよね。チャンスは一度きり、行ける時に行くというのは鉄則のような気がします。チャンスは一度きりといえば、帰りに寄ろうと思っていた天波さんへ。一人一本の本数制限があるにもかかわらず、はい、売り切れです。一升瓶はしばらく入荷もないそうです。品質保持のための製造ルールがあるのでしょう。島に行っても買えないなんて、だから幻と言われるのですね。気を取り直して南エリアを散策するとします。こちら立派な建物はホテルオーシャンズさん。お食事処のブデマレーさんも立派な建物でした。南売店さんには送迎可能なレストランの連絡先も貼ってありました。小連荘さんはリニューアル中だそうです。こちらも立派な建物ですね。最南端の居酒屋みまるさんです。素泊まりの方はこういうところでお食事を召し上がるのもいいですね。そばには民宿うりずい屋さん、民宿けだもと荘さんもあります。宿毎朝に戻りまして夕食、今夜も大ごちそうでした。宿泊者全員と食事を囲むので、ユンタクをしながらみんなで仲良くなれましたよ。ユンタクをするなら2食付きの民宿がおすすめです。なんといっても食べて襖を開ければすぐ寝られますのでね。おはようございます。
最終日3日目の朝は快晴でした。実は深夜目が覚めてそっと外に出たんです。そうしたら満天の星空が見えました。ほんのわずかな間に雪崩星も2つも見られたんです。そしてあんなにいっぱいの星空を私は今までに見たことがありません。あの星空の感動をぜひ皆様にも味わっていただきたいなと思います。ヤギさんはめーっと泣くとめーっと返事をしてくれます。宿の石野さんを通り貯水池へ。この道も朝のサイクリングに最高です。まっすぐな遮るもののない一本道。果てる間は遮る山もないので、風も雲もさーっと通り抜けるので、涼しいですよ。この光景を目に焼き付けて、一旦宿に戻ります。朝日を浴びながらの朝食前の朝散歩、おすすめです。朝食をいただいた後は、いよいよ美しい果てる間ブルー、千浜の快晴の日の海をご覧に入れます。国道工場を抜け、下り坂から眺めた波照間ブルーです。独特のここでしか見られない青い色、待ちきれません。早速海岸に降りてみます。はい、いかがでしょうか。海水浴場西浜の海の色です。白い続く砂浜、青い海、明るい南国の青、透明度の高い美しい海です。水中ゴーグルをつけて顔をつけるだけでもお魚が見えます。キラキラ輝く波はまるで宝石のよう。ここを見渡せる立地にあるのがペンション最南端さんです。サンゴに気をつけながらビーチサンダルに履き替えます。では早速海へと入ります。一歩一歩奥へと進みます。だんだんブルーの色が濃くなっていきます。だいぶ深いところまで進んだのですが、遠浅なので分かりにくいかもしれませんね。そしてあまりにも透明度が高いので浅く見えてしまいますね。名残惜しいですが海から上がります。皆様もご堪能いただけましたでしょうか。一生に一度は見ていただきたい色、それがこの波照間ブルーです。日が差し込むほどにさらに青く美しく輝きます。西浜の近くには居酒屋バンブーさんがあり、お土産物はパーラーミンピカさんのそばのモンパの木さんがあります。こちらは最南端のマンホールです。帰り道も看板があるので迷うことはありません。やっぱり猫ちゃんがいました。元気でね。帰りにもう一度コウトボリに登って快晴の波照間島の全体を一周眺めます。どこか懐かしさを覚える貴重な日本の原風景、そんな光景です。3日間お世話になったお部屋をきれいにしてありがとうございました。帰りは宿のご主人の車で港まで送っていただきます。自転車で何周もして覚えてしまった街並みや道が懐かしいです。島の人々の温かさに触れた3日間でした。そして島時間
という別の時間が流れているような気がしました。不便だからこそ、この景観が保たれているのかもしれません。なくしたくない貴重な光景です。星空の撮影はできませんでしたが、夜空もぜひご覧になっていただきたいと思います。バナナの葉の形も覚えてしまいました。立派なバナナがたくさんなりますように。波照間港に着きました。1日3便運航しており、私が乗るのは朝9時50分発の1便です。初便の就航率は高めです。安全策を取りました。港の海の色も独特の青色をしています。大きな魚が何匹も泳いでいるのが見えました。暖かく出迎えてくれた看板とも今日でお別れです。港には売店とお蕎麦屋さんもありますよ。泡波は増上所で買ってくるのがおすすめです。ターミナルで少し待っていると、パイ島2の雄姿が見えてきました。大きな立派な船です。しかも揺れない。それでも酔い止めは忘れずに。民宿でお酒を酌み交わしながら談笑して、ユンタクを楽しんだ皆さんがお別れの挨拶に来てくれました。こういう旅先の人と仲良くなれる、一期一会の出会いを大切にするのもいい文化ですよね。島で出会った方たちは皆さん心にも余裕があり、冒険心あふれる、そして体力もある、いい方が多かったように思います。島がそうさせるのかも。では、いよいよ乗船です。重ねまして、上着と酔い止めは忘れずに。では、ここからは持って行って良かったものをお伝えいたします。まず、民宿の場合は耳栓やアイマスク。そして、水着や水中メガネ、サングラス、帽子、日焼け止め、水筒や各種おやつ、充電器やビーチサンダル、そして、離島ですので念のため、保険にも入っていきましょう。薬、各種や歯ブラシ、現金なども、カモメが並走してくれました。さて、無事に石垣港に到着です。というわけで、石垣島に上陸。船酔いせずに無事に到着しました。パイ島2の勇姿にありがとうです。離島ターミナルから空港へは30分に1本ぐらい500円で直行便のバスがあります。だいたい時刻表はオンジアワーと30分発が多いです。石垣島滞在記の動画もありますので、よかったらそちらもご覧ください。概要欄に貼っておきます。サザンゲートブリッジのそばの海も綺麗ですよね。空港には国際線側にコンビニもあって便利です。八重山元気乳業の牛乳でリフレッシュ。波照間島の黒糖は本当に美味しい黒糖です。シーズンがあって粉は手に入れられなかったのですが、煮物には何でも入れるとコクが出て美味しいですよ。空港にはお蕎麦やジェラートの有名なお店もあります。お弁当なら八重山農林高校さんの生徒さんが考案された新八のお弁当を。なお、天の川は7月から10月頃まで、南十字星は12月から6月頃にかけて望むことができます。泡波は今まで飲んだ泡盛の中で一番美味しかったです。星空も海の美しさも、そして青森の美味しさも今までに味わったことのない世界。いかがでしたでしょうか。今後もまた旅やグルメの魅力をお伝えしていきたいと思います。よければチャンネル登録お願いいたします。次の動画をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。